子供の島キラキラー。はい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 、どうも皆さん、おはこんばんはー。ということでですね、今日もやってまいりましたよ。子供の島キラキラの時間でございます。 はいはい。なんか、あのー、台風、台風 <laughs> あれ台風かななんか、あのー、強風ですらなかったみたいなね。はいはいはい。でもね、あのー、ちょっとやっぱり心配ですね。あのー、宮古石垣、それから台湾。あのルートは今年多いね。 今年多いね高気圧が下がってきてるからねちょっと高気圧が南に下っていてあのー、今年は沖縄の下を通るルートがかなり多かったですよねなんかちょっと心配ですねあのー、なんだろう、えー、奄美の近くの方からケラマの近くから沖縄の北部からずっと上ね。それこそ沖縄から船で行ける漁船で行けるぐらいのところでサンマの群れがあったりねでこ,こ 最近ちょっとあのー、いろいろと海の変化がありますので気象の変化がありますのでまあ台風もねなんかちょっとあのー、下を歩いたりいきなりあのー、沖縄を避けていきなり上に行ったりねあのー、なんかちょっとあのー、ルートが少しやっぱり変わっていますよはい心配ですが宮古石垣、えー、台湾の方々は台風のね被害がねあのー、少ないことを祈っておりますよは はいえー、と今日もね、あのー、久しぶり、今日僕、久しぶりなんだよね、あの本当は今日はね、えーと、沖縄市東部祭り、えー、合わせ方面のね、あのー、東部祭りというお祭りの予定だったんですね、でそれで、あのー、の今日は特別番組で、えー、子供の島、キラキラお休みですという予定だったのですが、えーまあ、この可愛、えー、いい台風で延期になりまして、きょうはあのー、また急遽子供の島復活。 でえ復活っていうのかな <laughs>、あのー、いつものように子供の島をさせていただいておりますよ。はい、でちなみに飛ぶ祭りは、ね、来週の日曜日、えー、10月4日の方に、えーまあえー、変更になりましたので。 えー、そこをねどういうふうになるのかなまたえー、と FM 講座の方からええー、連絡があると思いますがええー、報告があると思いますが皆様えー、随時随時ええー、FM 講座さんの情報ええー、お気逃しな,すなく、えー、聞いていてくださいね今日噛んでるな毎、まあ、いいやうんよく噛んで食べようはいえど、ー、もの島キラキラこの番組はええー、NPO 子どもの島がお届けする沖縄をキラキラ輝く子どもたちの笑顔でい いっぱいの島にしたいなという願いだけこもった番組でございます <laughs> はい、えー、番組では皆様からのメールファックスその他お待ちしてますよメールの宛先は761 at mark fm こざ .jp 761 at mark fm こざ .jp ファックスは098 09 934-8653 098 934-8653 皆さんその他もろもろ、えー、ツイキャスユーストでもお待ちしてますよゆたしくです <laughs> えい。来たんだねあなんか慌ててるね <laughs> <laughs> あ、そうなんだね あれバイト台出るんだった国勢調査国勢調査うん、はあ、東部<武>祭り <laughs> 中止になったのかもしなんで昨日いてあ延期うん誰もいないけど <laughs> <laughs> FM こそどこやろうって <laughs> 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 なんかね 早かったね延期のあれがあのーはあ、知,知らなかった <laughs> <laughs> 昨日1時間ぐらいうろろろしてるあカツラン6人うんおーいいねこのコメント書くの面白いんだよな はいはいというわけでお届けしていますよ「子供もの島キラキラ」でございますはいはいはいなんか久しぶりに僕ラジオやってるからちょっとあの新鮮な気持ちうふはいえー、<laughs> まあねあの新鮮な気持ちって言ったってね、まあの所詮人間なのであのそれまでですよなんじゃそりゃ <laughs> 最近ねあの僕のあのすごいあのなんていうのかなマイブームっていうか よく使う言葉が「所詮人間だから」「所詮人間だから」「所詮人間だから」「これよく使うね」「ああシモジ遅れちゃったけど」「ウサビいいね」「ね所詮人間だからね何でもできるよ何でもできるしねしょうもないことで悩んでたってね所詮人間だからねどうせみんな死ぬさね」 <laughs> 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 何もしたくなくなるね何もしたくなくなるうざ。俺逆にめちゃくちゃいろんなことやりたくなるけどな <laughs> 何やって残しても何やらなくても残らなくな <laughs> そうそうそうだから好きなことやったらいいんじゃないかと思う <laughs> <あー S 2> なんかあかどうせ何やっても人間なんだから人生一回さだから好きなことやったらいいんじゃないかなって思うんだよね <laughs> <あー S 2> <laughs> なんか僕は最近もともとずっと好きなことばっかりやってきてるんだけど好きなことってでもほら何て言うんだろうあの好きなことを本気でやるってめちゃくちゃあの難儀なことが多いさねうんうん好きなことを成り立たせるための難儀が多いじゃない だからその難儀が結構なんていうのかなその快感なんだけどそう,なそう,もうその難儀してる瞬間が「おお俺難儀してるぜやばいぜやばいぜ俺,俺やばいぜ」っていうこの変な,なんていうの自分自身にあの M な感じというか S な感じというかさ <laughs> でもなんていうの、うん、忙しいのも難儀さ。うんうん、まあ、うんで 何もしないのもなぎさ何もしないのは辛いね樋口ずっと寝ときたいってじ <うん S 1> 実行するとうん動かないそうよねずっと寝るって深井僕結構難しいなと思う<笑><笑> なななかなかできないよいい加ん起こしてくれって感じで動きたいってなるけど<笑><笑>そうそうそういやだからね好きなことをガンガンやるっていうのは<ー>とてもいいことで,あ<ー>であの一番大事なのは、うん、あの僕にとってね一番大事なのはうん、うん、好きなことをやるために、うん、嫌いなことをやるそ<ー>、うん、そうそう好きなことをやりたいから好きなことをやるんだけど好きなことをやろうとしてると。 これをやるためにこれやらないといけないよねとかっていうのが出てくるじゃない、うん、そ,のそれが大体嫌いなことだったりするわけさねうん、うん。例えばおっしゃ会社作って儲けてやるぜって思った時に経理とかお金の計算ちゃんとしないとね税金とかねって言っ嫌いさこんなのもう嫌いだわけや嫌いなんだけどなんかそれをちゃんとやるみたいなのがすごく楽しくなってきててまあ、うん 大体金払って税理士さんにお願いしてるんだ。なんなんだそれ。いやあのなんていうのかな。あの実はねえっと最近あのうちの嫁のあの職場の人の息子が子供がねあのこの子ちょっとあのなんていうのかなアクティブな子だわけ。よくわ国さ 一箇所にじっとしてられないわけあで学校でも授業座ってられなかったり、うん、学校行,行くって言ってお家出てから、うんあのー、夕方までどっかで遊んでたりとかするわけあ<ー>悪気がないわけさあ<ー>あの行く途中でうあの川とか山とか行って <laughs> 遊んでるのが楽しくなってしまってずっと遊んでたみたいなあ<ー>、うん、大好きだわけ俺こんな子。 学学校校行行って、うん、教室行かないでで、うん、で遊んでた子ああいいねいいねいいね,いいね <laughs> でまあまあまあこの子の話なんだけどでその子を最近あのー、なんていうのかなほら子供の島の時にも、はいあのー、綱引きあったじゃないうん、うん、あの時にもこの子来ててから。 そうなんだ綱引きも参加してさでとってもアクティブで面白い子でさ僕は大好きで福島の子たちとも一緒にさビーチでも一緒に遊んだりしたわけ兄弟で来てたさ男の子二人の兄弟ね小学生のなんとなく分かったで最近ね銀馬炉にある宜野沢のあちら辺の銀馬にある銀馬の海っていうところで あのー、ここは、言えば発達支援センターみたいなところなんだけど僕の知り合いがやっててから、うん、でそこがいろいろ面白い取り組みをしているわけ、うん、いわゆるこういうアクティブな子、まあ、い,いわゆる多動の子とかさそれだけじゃなくて発達障害の子たちとかいろんなそういう子たちの療育をするところなんだけど、うん、まあ自動デサービスみたいなでそこで結構、海でさカヌー乗せたりとか、うん、いろいろさせているわけ。 でその子、行ってからさ、その日、なんかの海の大会みたいのやったみたい、そこの施設で。<ー>で、このカヌーで3位以下なんかになってから、レ<ー>ジテンション上がって調子乗ってた。でさ、もう好きなことはもうとことんやるけど、やっぱり苦手なことは全然できなかったりするわけさ、<ー>例えば算数は全然嫌とか、そのできないっていうよりも、あのやったら本当は、本格的にやったらできるんだよ、<ー>誰でもね。 だけど気持ちが動かない動かないからやらないわかるねわかるでしょ僕もそうだったわけ図形といてどうするのって感じだったねそれが大人になってまさか必要になるとは僕はショック受けたんだ大工やってて思った大工やるとき図形出るんだ出る出る出るだろうね角度四角いキーを角度の計算とかがさ ママもそれはいいんだけど <laughs> まあでそれ置いといて <laughs> でそのこの子がもうとってもさそこに行き始めてから銀バルの海とかに行き始めてとっても明るくなっててからさ、うん、であのいわゆるやっぱり自己肯定が弱くて、うん、あの学校行ってほらこの子やっぱりちょっと変わってるから、うん、あの学校で勉強なんかでも置いていかれるし、うん、でちょっと難しいから。 うん、怒られることも多いわけさじっとしてられないから <laughs> <ー>俺からしたら金の卵なんだけど<ー>デイージー鍛えたいって思うんだけど <laughs> でその子がさ <laughs> あのやっぱり、あのー、僕ってダメなのかなみたいなことを<ー>夜眠る前にお母さんとかに漏らしたりすることが何度かあったんだって過去に<ー>学校で怒られたりとかだからそういうことってすごく多いのよ 結局、この発達障害っていう障害はさ目に見えない障害で知的障害とか身体とかさっていうのは見てすぐ障害お持ちだなっていうのは分かるさだけどその発達障害っていうのは僕もそうだと思うんだけど完全に僕は発達障害持ってるなって自分で思うんだけど発達障害っていうのはいわゆる目に見えない障害だから普通だし喋っても普通だしただ、 急に変なことするんだよね、うんうん、でそれが変なことなんだけどもっといい言い方したらすごい個性的なんだよ。でその個性をさ尊重してその個性を伸ばしてあげる教育をしてあげたら、うん、天才肌になっていくわけよね。ねえ、うん。だからその例えばそのよく言われるのがほらエジソンとかさ、うん、ああいう過去の偉人。 であとはその、えーと、それこそ最近だったスティーブ・ジョブズとかアップルコンピューターのあー、うんね、亡くなられたけど、うん、であの人なんかはもろにあのアスペルガー症候群という発達障害自分でも言ってたからとか結構多いんだよ。 徹子さんもった町外さんね、例えば、あの人、目に見えるけどもう流ない。で、例えば、えっと、あれ、ミッションインパッシブルの俳優さん、なんだっけ、トム・クルーズか、あれ、識字障害ね、文字読めない。 あそうあうんそうなんだでも知能があるじゃない文字が読めない<ー>だから空間認知能力とかいろいろ言うんだけど<ー>あのー、いわゆる図形とか文字とかっていうのを認識するのが苦手だわけああなるほど、うん、逆に言ったらさ<ー>その違う障害もある、うん、あった障害の子とかよく多いんだけど文字が文字じゃなくて形で覚えてたりとか図形で物を覚えたりとかする、えー、ああうんうん、うん でただその、えー、人間っていうのはあのー、記憶っていうのは連想で覚えたりするわけ、うん、例えばさ「えー、と車」ってただ覚えるんじゃなくて「うん、赤い車」って覚えた方が記憶には残るわけさ。色に限らず例えば「えー、車」 っていうのが赤じゃないとあ色じゃなかったらじゃあ例えばそうだ、ね、速い車速い車、うん、って言うと頭に残るわけなるほど、うん、何かと連携させ,させて連想させると、うん、あの記憶に残るっていうのが人間の脳にはあるんだけどそういう仕組みが、うん、その時に何が起こってるかっていうと頭の中でイメージを見てるわけ、うん、赤い車って言ったら赤い車が頭に浮かぶさはないうん、うん、それだから覚えるわけ で結局人間っていうのは何かっていうとビジュアルでビジョンで結構覚えてることが多いわけさ、うん。でじゃあ文字っていうのは何なのかっていうと文字も基本的にはあの図形だから。うううん、うん、うんまあ、うんうん 言い方変えたらね図形だからその図形が文字の形として頭の中に浮かんでるとその言葉を覚えたりするんだけど文字っていうのは細かくてペラ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 っていうのを覚えるっていうのは結局頭の中にこの図形小さい図形がいっぱいプツ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 ってあるきついよねきついよねだから文字を覚えるっていうのはとっても困難です。ただ あのトム・クルーズさんの場合は色字障害だから文字読めないから、うんあのー、兄弟だったか家族だったかに台本を読んでもらうんだって隣で<ー>家で台本を覚える時にうん、うん、読んでもらってでそれを聞いて耳で覚えてるんだすごいね小さい頃から文字読めなかったから特別学級に立った。 あんなに売れてるのねだから本当に「ミッションインパッシブルよね「ハリー・ポッター」に出た主役の子もなんか持ってるあそうなんだねって聞いたなんだっけななんか持ってたけど思い出せないそうでさあと最近日本だったら「世界の終わり」っていうバンドが流行ってるみたいなんだけど僕あんまり分からんわけよ初めて聞いたけどでそのバンドのボーカルさんもょう障害らしいね あうん、結構いるんだねそうそう多いよ<ー>多いと思うよであのやっぱり人と違うことをするから人と違う、うん、普通とちょっと違う仕事には向いてるはずねあ<ー>だ,だけどその世の中っていうのは人口がすごく増えたさ、うん、今、うん、人口がすごく増えたからそのある程度ほら、あのー、平均的な仕事の方が多いでしょ、うんまあ、多いねで平均的な仕事が多いと、うん、やっぱりその中ではやっていくのは厳しいわけよ そうだから人口減った方がいいなって僕は思ってるんだけどいろんな障があるんだねうんそうだから一言に「発達障害」って言ってもどの部分で出るか違うから小学校の時 1+1 が2になるのが全く理解できなくてあ気持ちわかる先生が「1+1 は2でしょ」って言ってその「1」と「1」がどうして「2」っていう記号になるのかが理解できないんだけどその説明 り、うんごが個あと1個あったら2個なるでしょ、うん、それはわかるんだけど「うん、1, 1」という記号と「1」という記号でどうして「2」ってなるのかがわかんないですって言ったら、うん、先生があなたおかしいです <laughs> <laughs> それはとっても面白いね、うん、例えばほらよく言ったさ「1+1 は田んぼの田」とか、うん、覚えてる,覚えてる、ね、あれ すわ、ね、<laughs> かりやすいさね図形で、うん、図形で考えるからだからシモジンも数字を図形で見てたんだよあ<ー>うんでこれはさ <laughs> ごめんね発達障害の特徴で <laughs> 図形で見るわけあ確かにそ,、うん、そうだったうんでんその図形で見るもんだからあのー、なんていうのかな1と1をくっつけたら11に見えるよね そう,そうそうなんだよ。でしょなんで2になるのかさっぱり分からなくて、うん、さっぱり分からんよね 1> 1。1と1が1個ずつだったら1と1で11し、うん、そう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  <laughs> だから見た目で物事をこの表面的なこの形図形とか見た目で考えるから、うん、あのどうしてもそういうふうになっていってこれが大人にな,りなるにつれて理解していくけど小ささい時は分からんそそうん、うん、1>, 小1の時苦労したからね。 だからその例えばさ僕は名前と,、えー、っと見出しだったかな見出,し見出しか何かの違いがわからなくてわからなかったわけだからとっても苦労したああいろいろねこういったことって <laughs> でも逆に言ったらよ、うん、逆に言ったらわ、あのー、からないけどわかるまでとことん 調べたらすごい入入っっててくくるるでしょ絶対忘れないでしょだ,だからある一つの専門家になりやすいわけなるほどただあのそれ以外のことが全くできないとかさ、うん、っていうことがあり得る例えば、えー、シャーロック・ホームズっていうじゃないあの人とかも偏った天才とかってよく言われてるけど、うん、やっぱりあの人なんかもその特徴ねなるほど、うん、日本で言った近代一,近代一光助 まああの小説の2人とも小説の登場人物なので実在したかどうのっていうのはわかんないけどうんそういう人たちっていうのはいわゆる偏った天才って呼ばれる人たちねこれに関してすごいけどそれ以外は全くできない日常生活もだらしなかったりとかでそういう人っていうのは発達障害の毛があるああでこれが僕の中でよ僕の中で言うと僕はこれ障害だと思ってないわけそういう 人種だと思ってるああいい,いいセリフだね、うん、でしょ、うんうん、あのねいわゆるね DNA が違ってるんじゃないかと思っていて<ー>そういう遺伝子を持ってるんじゃないかって思っているわけうん、うん、確かに発達障害医学的に言うと、うん、例えば脳の中の細胞があるさ、うん、でこれ電気信号で脳はやり取りしてるわけさねそうだよねうん確かにでこの細胞からここの細胞に電気がいかないとかっていう障害が実際あるわけ それは発達障害の子たちの脳の中に実際そうなんだけど、うん、だ言えば本当に医学的に言うと胃腸は障害なのよ。医学的に言えばね、うん、でも、あのー、例えばさアスペルガーの人とかにもすごく多いけど発達障害の子たちにもすごく多いんだけどあの物事をそのすごく表面的に捉えることがあるから、うん、何か言われた時に言われた言葉をそのまんま受け取ってしまって。うん でその言葉の後ろにある意味みたいなものっていうのはなかなか感じ取れなくて、うん、表面的に言われたことに対して感情的になってしまったりでそれで <laughs> あの話し合いが討論とか。うん うん、あのー、ね議論するべきなのに討論になってっていうパターンがうようよしてる人たちもそんな <laughs>、まあ、<laughs> 多いですかねうようよしてる人たちそんな感じさだ僕あのネットを見ていてネットでいろいろさあのネットうよっぽいことを言ってる人たちとかを見てると <laughs>、うんうん ああもう発達障害だな <laughs> <laughs> って僕思ってていやあの変な意味で言ってるわけじゃないよあの逆に僕はそういう視点で見てるわけあの政治的な視点とか、うん、そのネトウヨがどうよとかネトサヨがどうよとか <laughs> その右翼左翼で実は僕見てなくて僕は見てて思うのは、えー、っとネトウヨよりな人たちは、うん、僕見てて思うんだけどやっぱりアスペルガーっぽいわけ。 でネット作用よりの人とかいあのえっといろんなところでテント張ってる人たちとかは ADHD っぽく見えるわけとってもそこらへんが僕は面白くてから面白いんだそう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 だからそのえっと基本的にネットでなんていうのかな いろいろ政治的なことをガーガー言う人たちって一般的に言うと少数派だね、うん、大多数の人たちはどっちでもないどっちでもいい、うん、もう多分100人中100%で人,人口を考えた時の右1%の左1%で98%はどっちでもいいわけさ <laughs> 本当は、うん、あまたこんなことやってんなみたいなあなるほど、うんうん、っていうレベルだと思うんだけど、うん あのー、僕からしたら、うんあのー、その比率って、うん、こ発達障害の比率だよな <laughs> <laughs> もう調べるまでもなくそう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 ,そう目の前にそう, <laughs> そうっていうふうに僕は考えているのねなるほど、うん、<laughs> そうそうそうだからあのネットでさ、うんあのー、なんていうのかなえー、っとこういろいろと。 あの言い合ってて、うん、いわゆる自分の、あのー、言ってることを、うん、が正しいっていうのを証明することにも一生懸命になってしまってて、うん、物事をその現実的にその考えてしっかりと自分の趣旨とか好みとか自分の価値観ではなく、うんうんうん 物事を現実的に捉えて科学的にそれをその物事をさ、うん、あの判断してその上での議論してる人って今ネットを見ていてほぼいないなって、まあうん、思想とかイデオロギーとか自分のその主観とかあとはそのえまあ所属意識っていうんだけど自分はどっち側 <laughs> うん、自分はどっち側だよっていう、うん、所属意識って言うんだけど、うん、そういったものにとらわれていて、すごく。もうちょっと科学的に話をしたらいいのにな。なるほど、うん、ここでえっとあのツイキャスからはい。トド十三さん、こんばんは、初見です。はい、どうも、初見で、これからもよろしくお願いします。えー、常にイライラしている人の対応はどうしたらいいですか。 っていうことなんだけど、どう思うしもじん。常にイライラ。そう、常にイライラしてる人。これは大人。子供かな。ああ、どうなんだろうね。これ、やっぱり年齢、性別によって違いますよね。ね、多分。違うと思う。うんうん、じゃ、ちょっとそこをまず聞いてから、話していきましょうか。うん、あのー、トド十三さん、トドサーティンでいいのかな、これ。ええー、が、会社の上司だそうです。男性だはずね、多分ね。うん<ー>。はい、はい、はい、会社の上司。上司で。常にイライラしてるんだね。 何イイララしてるんだろうだからね、まあ、仕事だと思うんだけど、これ、とっても難しくて、うん、あの実は僕、うちの会社、僕のほら会社、今年作ったさね、うん、僕の会社で、実はちょっとあの、組織カウンンセリングをしているわけ<ー>あの会社どっかの会社とか、うん、あるいはどっかの団体とか、うん、そういういろんなところ、組織を持ってるところに行って、その組織をカウンセリングするっていう。 一人一人のいわゆるその心理カウンセリングじゃなくて<ー>この組織が円滑になるためにどういうふうにしていくかっていうカウンセリングをしていてまた,、えー、10月また11月からもまたあの始まるんだけど組織カウンセリングをするときにうん、うん、一番時間がかかるのが。うんあの その会社っていう組織があったら、必ず組織っていうのはある程度の,その上下関係があるわけさ。で、その上下関係があって、それがまああの既存の今まで通りの会社っていうのは、組織っていうのはだいたいピラミッド型になっているわけよね。まあ、社長とか その代表者がいて、その下に、えー、と責任者とか、あるいは、うんえー、経営陣とかね、あるいは経営陣がトップで何人かいてでもいいんだけど、うん、まあ、でもあの、会社っていうのは、一応はその法人登記するときに、必ず代表者っていうのを決めないといけないわけ、法律、うん、上ね、だからその代表者がいて、うん、で、えー、何人か。 経営人がいて、うん、でその下にまた部長クラスがいて、うん、でそ,のその下にまた少し下の中間の管理職がいて、うん、でだんだん下に降りていくと組織っていうのはピラミッド型になっていくわけですよねでその中で部長クラス、うん、からあの上の人たち部長から上の人たちがあこの人が会社の中で問題だなってなった時これが一番難しいわけ。 実は変な話言いたくないけど普通の社員クラスだったらチェンジもできるさこんなこと言っちゃだめだけどダメなんだけどしないんだけどねそんなことはねでえっとやっぱり部長クラスになるとちょっと難しいで逆に社長の方が楽だわけそうなのうん 社長だったら社長と面談して社長あのこのやり方だったら売り上げが落ちていきますと社長っていうのはもうやっぱり会社を経営してるから儲けたいわけさだから売り上げが落ちていくとか会社にマイナスが出てます損害が出てますって言ったらこれ社長がこの考え方とか対応の仕方変えていくことで改善されますよって言ったら社長はやるわけなんでか儲かりたいから。 なるほど目的がクリアさ会社っていうのをねうん、うん、会社っていうかそのえまあいわゆるそのお金儲けをするわけだからねうん、うん、これが例えばほら何かの組織で NPO とか社会活動の団体とかだと、うん。うん トップがグラグラしてたりとかするからトップ変えようにも <laughs> こんなしてたら利益がどうのって話もできなかったりするから<ー>その組織によっても違うんだけど、うん、これ会社の場合は社長は割と本当に話ししやすいな<ー>、うんでかっていうと目的が、あのー、シンプルだから利益 だって会社が利益出さないと給料払えないから、うん、<laughs> そうだよね景気によって左右されるから、うん、会社の業績が景気が悪くて落ちた時に会社に蓄えがあったら、うん、その蓄えで給料払うわけ会社が赤字でも、えー、だから儲かるときには儲かっておかないと、うん、蓄えておかないと、あのー、会社がそのなんていうの厳しいときに社員に給料払えなくなるから社員と一緒に潰れちゃうんだよ それはまずいでしょ、うんうん、だから会社は利益を上げないといけないっていう理由は一番大きい理由はそこなのねうん、うん、まあまあ,あのそうじゃない社長もいるけど <laughs>、うん、まあそれは置いといて、うん、でだから社長っていうのは利益が一番だから、うんあのー、買えやすい問題はあのー、ナンバー2ぐらいの人あ<ー>ナンバー2よりもうちょっと下かないわゆる <laughs> うんすごい役職はしっかりした役職にあるけど経営者じゃない人。なるほどだから考えがシンプルじゃないから目的がだからそのこの人が経営者のように売り上げを出すことを一番としてるんだったら変えやすいんだけど中にはあのちゃんとこいつらが働かないとか。 それやったから利益が上がるんですかっていう話をしてもいや会社っていうのは組織だからそういうもんじゃないだろうとかっていういわゆる水かけ論みたいになっちゃうのよだからそのとてもあの難しいでえっと今の質問で会社の上司が常にイライラしていてで今追記でどんどん1人でヒートアップしていくので止められませんと。 今の説明でまさにという <laughs>、ありがとうございます、あ<ー>あのまさにのお話をあのさせていただきました、まああの割とよくある話なんですよ、都道サーティンさん。で、えっと、大体、中間ぐらいの、えー、中間よりちょっと上ぐらいの、えー、会社の上司で、イライラしてる人というのは、うん、あのいろんなその会社にいる時期がどのくらい長いのかにもよるんだけど、うん、いろんな経験をしてきて、うんで、大体はさ、ある程度の年になる。 なってそのポジションに行ってて時代の変化とか会社の方針の変化とかそういったものに対してもあの対応できてない場合もあるわけなるほど世の中が変わってくるじゃないで例えば今の世の中っていうのは人材不足じゃない人がいないわけだねそうそうそうでそう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 んうそ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  うん、やめてしまうと <laughs>、うん、で辞められると会社が困るさ、うん、あの人がいないから人材不足の時代だから、うん、だからできるだけその今は部下を怒らないでこう褒めて伸ばすみたいなのが会社の中ですごく今いろんなところであって。うん <laughs> なんかお客さんよりも部下の方を大切にしてるぜ、俺たちみたいなあの話をすごく経営者から聞くわけ、僕、いろんな僕ほら経営者の社長さんたち、友達多いじゃないこんな話をよく聞くんだけどあのそ,れその時代の流れについていけない人っていうのもいるわけさ。だから俺たちの時,時は こんなことだったらお前もうガツンってやられてたぞみたいな考えを持ってるおじさんもいて <laughs>、うん、で一人でイライラしたりとか <laughs> そんな時代を生きてた人すたては甘いぞお前らみたいなそう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  <laughs> それがうそ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  髪型とか喋り方とか、うん、そういうことにやたらと厳しい人がいるんだよね、うん。で、あのあ本当にってトドサーティンさんなんかヒットしてるみたいですね。<laughs> ありがとうございますで。であのまあね、あのその場合に一番なのははっきり言ってやっぱりあの会社で仕事で利益を上げていくというか、もう仕事でその結果を出すっていうのが一番なんだけど、うん。うん ここからはその難しいところでそのまあ会社で成績を出して利益を出して結果を出してその上司に認めさせていくっていうところがあの一番本当はいいんだけどその上司のイライラとか上司の指示の出し方 で部下の動きが変わるじゃない、うん、でそれによって業績が伸び悩むっていうこともあるから<ー>一概に利益を出してさえいけばこのイライラしてる上司が、うんあのー、イライラが改善されるっていうわけでもないわけだ難しいでしょ<ー>だから一番その中間管理職よりちょっと上 <laughs> 経営陣のちょっと下ぐらいの人ががん、あのー、の場合はとっても カウンンセリングが難しい要はその<ー>、あのー、その組織をさカウンセリングするのはとっても難しい会社って大変だね会社大変よ、ね、<laughs> ただ、あのー、僕は会社っていうのすごく好きなのよ、あのー、なぜかっていうと,、えー、っとその会社っていうものがあるからその複数の人を雇用できるんだよねうんで複数の人が雇用できないと社会ってやっぱり なかなか成り立たなくなっていってしまってさ。うん、うん、で、えー、っと、なんていうのかな。あの、いわゆる。その。みんなが、その、個人経営で、自分自分になっていくと。うん。 そっちの方がもっとその技術差が出てしまって個人差が出てしまって、うん、いわゆるその弱肉うん。今だったらよ、うん、昔は違うわけ昔は村社会だから、うん、その一つの地域ちその、えー、と人数の少ないこれ小さなコミュニティってよく言うんだけど、うん、僕この小さい大きいでコミュニティを考えるの好きじゃないから <laughs> その数の少ないコミュニティ、うん、例えば村とか。 の場合はその村の中でえ何のお店何のお店ってあって、うん、この村で全部ができるわけさ、うん、買い物もその衣食住にあるもの全部この村で成り立つからはい、はい、そこでは個人経営が成り立つんだけど、うん、つまりこの村全体が一つの組織みたいなものだから、うん、だけどこれが現代社会の中で個人経営が増えると、うん、その弱肉強食化していく <laughs>、うん。その 現代社会ってなかなか社会自体が一つの組織っていう感覚にはならないさねみんなでつながる組織さね <うん S 2> だから沖縄市とかはほら個人経営者が多いから時代が進むにつれてやっぱり個人経営者ってどん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 潰れていったりあるいはもう全然自分のお店は儲かってないけどあの年金で暮らしてますとかじゃあもう閉めれよお店って思うんだけどでも本当にねあのまあその個人主義ではなかなかできないものが社会には。 なるほどただ、まあ、あの会社っていうものがあることで、うんそのね、不特定多数の人たちが、うん、あの雇用できるっていうメリットもある、うん、でさっきの話にちょっと戻っていくんだけどいつもイライラして1人でこうヒートアップしていく上司どうしたらいいのか。 どうしたらいいんだろうね、うん、まあ、関係性にもよるんだけどね、うん、これどれがあの正しいかっていうのはまずないから、うんまあ、単純に今あの聞いた話だけを、うん、あの話していきましょうねじゃあまずあのその前に一旦 CM はい CM 明けに話します明日は町ゼミ町ゼミ町ゼミって何行くのあの、うん、AD だっけ なん,かんああはい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 あれをあのー、消防団の人がやるコザ、うん、ボックスいいね,いいね明日やって、うん、でそのあと体のゆがみのなんとかっていうのをうんうん、うん、前原さんかな10月とかにやってうん、うん、で11日にガネコマヨさんのところでズンバを踊るっていうガネコさんズンバやってるのマヨ、ま、ちゃんみたいんだね、うん そういえば先週僕ツイキャスからコメントしたんだけどツイキャスからコメントしたらツイキャスのリンクをフェイスブックに投稿するみたいな形にやり方がわからんさうんトドサーティンさんはあれだねあのポジションはどこにあるのかなねその上司が上司の役職とトドサーティンさんのその役職というかポジション 教えてくれるとすごく助かるかな、うん、<laughs> ねえ課長部長課長ぐらいまでやけど部長面倒くさいな <laughs> 部長面倒くさいなんか一番面倒くさそう面倒、うん、くさい <laughs> 今カウンセリング入ってる会社も、うん、その部長さんが 一人大変な人がいてで、この人は僕たちカウンセリングしないから、いいんだけど、うん、違う部署だから、うんうん。隣の部署の部長さんがすごいパワハラーだわけ。ずっと怒ってるわけ。うん、すごいな。最近何々ハラとか多いね。うん はいはいお届けしておりますよ子供の島キラキラでございます、えー、この番組は「強調する」っておなじみのカラオケのジョイさんの提供でお届けしておりますよ皆さーん職場でイライラしたらカラオケにレッツゴー <laughs> そうなのいや俺はカラオケ行かんからな俺も行かないからなでもジョイさんには行こうね <ね>今度行きたいね、<laughs> <laughs> スポンサーさんだしね、<ねえ S 2> <laughs> はい、質問ですね、リスナーさんからの質問で、会社の上司がいつもイライラしてます、一人で怒ってヒートアップして困ってます、どうしたらいいでしょうと、ちなみにこの上司が部長、で今、頂いてる方が係長、あえもう難しいね、これ、普通の平社員だったら、まだね、スルーできるけどね、係長だと上から降りてくるからね、何人の課長が変わったことか。 ああねえ部,いい部長が変わったらい,変わ <laughs> いいわけさ一番、うん、まあ一番そうなんだけど、うん、あのー、課長さんと多分ね係長よりも課長が一番その、えー、中間管理職的なことが、うん、そういうわけ部長っていうのはある一つの会社の中にいくつかの事業があるとするよ、はいね、そののの事業のうちの その事業ごとにあの責任者作らんといかんさそれが部長なのよ何々っていう会社の何々営業部とか何々部とかそこのトップ責任者が部長なのねで部署ごとに毎年よ年決算になったら部署ごとにそのこの部署は赤字でしたこの部署は黒字でしたっていうやり方をするもんだから。 部長さんっていうのはもうそれでもう自分の部署がさ成績が伸びてないともうイラ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 する人が中にはいるわけでそこが矛先になるのは大体いい課長なのね何々部があってその部の中でじゃあその事業の営業なのかその実際の事業の内容をやるのか何か制作をするのかで制作かとか。 営業課とかいろいろあったら、そこの課長さんが、まあ、大体営業っていうのは営業部っていうのがあって、部署が別なんだけど、うん、まあその部署の中の、えー、いくつかの担当をが分けて、で課長が何人かいるわけだ。1>, うん、まあ1人の場合もあるけど、置、ね、き換え者だと、何々部の部長がいて、その下に課長が何人かいて。 でさらに下にその課長の下でお前はこの係をやれよお前はこの係をやれよって係長がいるわけよねうんうんまあここでもピラミッドが一つ出来上がるんだけど <laughs> <うん S 1> その大体さえっとこの部長さんがイライラしている時の,あの一番のポイントって本当はねできることなら「あいや課長は病んでリタイアしましたあいやかわいそうだね」で本当はあの一番いいのはあのー。 そのか、えー、部長さんとプライベートでちょっと飲んで話ができる環境を作れる、うん、でも飲んだ時に説教をみたりとかもする場合もあるんだけど、うん、あのね僕が今まで話してきた人で、うん、えっと少し効果があったのは、うん、飲んで仕事の話をしないようにして、うん、その部長さんの趣味とか、うん、プライベートとか。 うん、あのー、上司っていうのは、うん、上司っていうのはよ特にも部長ぐらいまでになっちゃうと、うん、あれなのよ、あのー、自分のことを話しする相手っていうのがいないわけ<ー>、うん、あのいわゆる偉い人会社の中で、うん、になればなるほど、うん、自分のことを理解してくれる人ってのはいなくなっていくわけよ、えー、孤立していくわけ。 そそそそそうううううなんだで、えっと、自分じ例えばその下部下になっていくと上司っていうのは部下のことを理解しないといけないから、うんね、あの部下っていうのは話を聞いてもらえる人がどっかにいたりするわけ。うんうん 例えば、えー、と今、係長さんだから課長に話を聞いてもらうことはできるかもしれないね、うん、で係長さんの下には社員がいるから、うん、その社員の人たちの話は係長さんが聞いてあげたりとかするわけだけど、うん、その部長とかになると、うん、自分の話を聞いてくれる人っていないわけさ、うん、でその会社の中でその自分より偉い人は次はもう経営陣だから、うん、そうなってくると、売上の話ばっかりになっちゃうんだよ。 部長だから、うん、そうなってくると自分自身のプライベートとか、うん、その自分の人間っぽい部分を話しできる人っていうのがいなくなるし、うん、部下は年齢も離れてる場合も多いから <laughs> 部長だからさ <laughs> 若い部長もいるけど中には、うん、そうなってくると余計にあ<ー>あの部下と部下とも距離があるし。 でこの間大体イライラしてるその部長さんとかだと家に帰って、うん、あの家族と話会話ができてるかっていうとそうじゃない場合も多いわけですよねだから結構ねそのこういうイライラしてるその部長さんとかそういう人って割と。 孤独だだったりするわわけけ居居場場所所ががなないいん心の居場所がないわけ。会社でででもももなないい多多分分家家わけだからそういう人っていうのは何かの趣味とかプライベートとかっていうので話ができるようになっていった時に人間的なコミュニケーションその趣味とかっていうのは例えばの話を要は僕が言いたいのは何かっていうと人間的なコミュニケーションを取れる状況がこの部長さんがさ あのできたら少し変わってきたりもするとは思う、うん。 生き抜きするところはもうカッカするところしかないんだこの人そうで今また来たんだけど飲んだ時も最初は愚痴そこからヒートアップ2時間説教切れるこのパターンでであんまり飲みたくないんですよこれなのよこれが一番多いパターンだわけさっき言った飲みに行った時に仕事の話をしないでっていうのはそこなのねで仕事の話をできなければいいんだけど昔の人っていうのは仕事が趣味みたいなもんだからでも飲んだ時にも仕事の話して ちゃうわけ。かなり難しいね。難しいでしょ。<laughs> だから本当にその祝いでそうなってくると。今度部下はこの部長さんと飲みに行くのも嫌になるさ。うん。うーん でしょもう聞きたくないから確かにねヒートアップされても、うん、そうで愚痴言われて、うん、説教されてもう会社だけでさごめんなさいってそう会社でもうただでさイライラしてるのに <laughs> 飲みに行ってまでこんな話聞くのかって<ー>そうだからこの部長さんと仕事の話をせずにこの人がのことをね、うん、あのー、なんていうのかなトドサーティーさんに言いたいのは、うん、この部長さんを面倒くさい嫌なやつって思っている人は、うん トドサーティーさんだけじゃなくいいいっぱいいると思う、うん、<laughs> その中でこの部長さんっていうのは孤立しているこういう考え方を持つといいと思うこの部長さんを、うん、あの怖い上司いつも怒ってるイライラする、うん、やあのもう厄介な上司っていうイメージから、うん、あのこうすると面白いかもしれないかわいそうな人かわいそう<の>な人 <laughs> 孤独で頑張ってる <laughs> そう孤独な人かわいそうな人なのよ 周りにに人いるのそう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 孤軍奮闘だけど,どだけどい <laughs> っていい空回りしてる <laughs> いや孤軍奮闘してうまくいってるならイライラしないんだよまあまあ孤軍奮闘して自分理解してくれる人もいないあ<ー>孤立してるんだけどイライラしてるっていうことはイライラしてるっていうことはよ業績がうまくいってない場合が多いわけさあ<ー>ということはよ空回りしてるわけ、うん、空回りしてるんだな で,うん、でも昔はさ今と違ってさ、うん、能力に応じての昇級じゃなく年齢がそのまま上がっていったらあるポジションに行くから、うん、長く会社にいたら大体課長部長って行くんだようんだから、あのー、この人をかわいそうな人だから能力があって部長になったかどうか分からんわけ、うん、昔の人は <laughs>、うん、だからあんまり能力がないまま部長になってしまって、うん 経営陣から成績上げろ業績上げろって言われて下の人間にイライラしてやってるけど全然部下が成績出してくれないとかっていうふうに孤立してしまっている場合があるのね。でこの場合は本当に変な話あかわいそうな人だなとうんち,ょちょっとこの人を空回りしてるなっていうふうな目線で見た時に見た時にねこっからが大事なんだけど今までと違う 発見をするパターンが多いわけこの部長さん<ー>この部長に対していつもガミガミして嫌なやつ、うんうん、もう説教ばっかり言うし切れるし、うん、なんだこいつはこんな,こんな部,部長のこんな上司の下で働いてなんかられねえよっていう目線が毎日その目線で見てるわけさ、うん、部下っていうのはねだけどこの人こういう目線ではなくあのあこの人も人間なんだと。うんで あのー、空回りしてるな、業績上げきれない、この人、しかも部長だから、誰もこの人の、うんあのー、話を聞いてくれる、この人を理解してくれる、うん、人なんかいないんだろうな、かわいそうな人だなっていう目線を持ったときに、僕、口にしたらだめよ、うん、口にしたら <laughs> 怒られるよ、絶対口にはしてないけど、心 <laughs> のどこかそういう目線を持ったときに、うん、その人に対して、今までと違う、うん、その人の中にある、今までと僕、自分が見れなかった、見えなかったものが見えるかもしれないわけ。おー でそれがもしできるならトドサーティンさん、うん、あなた将来部長になります、うん、だってそうでしょ他の人と違う視点を唯一自分だけ持てるんだよこの会社っていう組織の中にどのくらいの会社かわからないけど、うん、たくさんの人がいる中で、うん、みんながその嫌なやつだなって思ってるその人を自分だけは 違う目線で見て、うん、しかも他の人側は発見することがなかったこの部長さんの意外な一面を発見することができたら、うん、あなたは絶対会社の中で上に上にがります<ー>結局そういうところを発見できる人間っていうのは、うん、仕事でも他の人が見つけない何かを見つけるわけよ<ー>、うん、だからそういう人っていうのは出世します チチみんからだからトがサーティンさんチャンスよみんなから好かれる部長さんになってそうそう,そう、うん、チャンスよチャンスですよこの嫌だなと思ってる上司部長さんを、うん、あのー、に対して他の人と違うそのコミュニケーションがその部長と取れたら、うん、絶対絶対出世するただ大事なのはその時に、うんうん、その時に、うん、あのー 自分一人が部長と仲良くなったらだめ <laughs> <laughs> 周りからあいつあの部長におべっか使いやがってみたいなこういう状況だはあの改善したらいいと思います<ー>いええもうあの多分トドさんはトドサーティンさんはあのねだってこうやってラジオを聞きながらもこういう質問をしてくるわけだからそれぐらい仕事に対して熱心だしすごく能力のある人だと思う,う,<ー>んうんだってうつラジオをいててこんなことあんまり聞かないさね,ね,<ま>ねだからあの 必ずトドさんだったらできると思う。いわゆるいいとこメガネっていうやつだね。でも本当に、下の子を抑えるので精一杯です。本当そうだと思う。この経験生かして会社の中で潤滑なのを作れたら、多分んトドさん、会社でトップに上がっていくよ。下も見ながらでしょ。管理職のまさに最たるものさ。素晴らしい。いや、素晴らしいですね。頑張ってください、トドさん。 <laughs> アフソさんからメールあコメント来てて久しぶりじゃない、ねうん、えー、っと「リバウンドした?」って。 どんな質問よだからね僕リバウンドしたかなしたかなしたかもしれないなちょっとほっぺのあたりがそうよね頼んできた美味しいの食べすぎよほんとね美味しいの食べてるかなあでも食べてるあの贅沢なものは食べてないけど嫁のお母さんと一緒に住んでるから嫁のお母さんの作るうちの料理が美味しくてからキョやキョやキョはやカミングアウト 頑張ってくだささいよ <laughs> トドさん、はい、あと2分あも,うもう時間がねどんどんなくなってはいく、はい、今日はあの好きなことを、はい、あのやって生きていこうっていう話をちょっと最初にしたんだけど<う>まあ,あと2分なので下人の,その好きなことっていうかう好きなことをやりたいこと仕事にできるかどうかっていうところで<う>やりたいこといっぱいあるから。 あのがないさね言ってたら仕事にできることはないな <laughs> <laughs> それか仕事にできたらいいなこれで食っていけたらいいなもうないな <laughs> いやまあ今年はいろんなことをチャレンジしようと思って <うん S 2> 町ゼミも,も今年は 3, 3つあ,あと3か月で今年は終わるけどう <laughs> <laughs> 来年は引き続きチャレンジっていうこと <laughs> うんうん下人でもチャレンジ精神すごいよね いろんなの飛び込んでいきますいいよいいよこれとっても素晴らしいと思うなかなか今の時代さ保身というかさ自分の身が可愛いからいろんなことにチャレンジできないじゃないでもすごく下人ってチャレンジ精神旺盛だなっていつも楽しいですよやったことないと来年は何かあの面白い仕事できたらいいねだからね何か面白い仕事ないかなと思ってて英語覚えてみたら もう全く分かんない英語でも人と話するの嫌いではないでしょ大好きだねだよね下人英語覚えてちょっと外国人とちょっと会話してみたらああうん中国語がいいな中国語いいよね中国語いいね中国語僕もさほら一応は英語できるから次中国語覚えたいなって実は思っていてさうん 会社で来年ぐらいをめどに中国語の教室を開こうかな、うん、<laughs> 素晴らしい、うん。今毎週水曜日で英語教室うちの多目的ルームでさ英語教室を開催してるんだけど結構問い合わせも多くてあの増えてるわけ。やっぱりねあの年齢層が高い 高いんだ。あの、やっぱり減ってるんだ。沖縄まだまだ子供多いけど、うん、やっぱりあの年齢層高い人の人口比率が増えてる証拠だね。うん、あの、大和に行く,行くとさ。うん、関東なんか。でも音楽教室なんてほぼあれよ。うん、あのえー、っと30代以上がターゲット。 なるほどまあまあまあその話は置いといてそういうふうなことを考えてるの来年はじゃあ中国語中国語にハオからリハオぐらいからうちの事業所で中国語教室も開催していこうと思うので来年一緒に中国行こう中国行くの行こう行こう一緒に。 <laughs> まああのー、やりたいことね、はいはい、仕事にできると、本当は一番いいなと思いますが、なかなか難しいけど、はいあのね、そこは諦めずに <laughs>、あのー、楽しい人生を送れたらいいですね。